ジョイセフは母子保健推進員というボランティアさんを養成して、女性たちに正しい知識や情報を提供していく、そういうことで周りの家族だったり地域が行動を変えていくので、はい、そういう取り組みをしています。この新型コロナウイルスの感染拡大の影響で多くの人が職を失い、昨年9月に実施された調査では1日の収入が200円以下の世帯が 60% 以上に達したと報告されています。デモに参加しているかどうかはもうもはや関係なく、子どもだったり女性を含む一般市民が標的にされて命の危険にされているという状態だそうです。こういうことがまた起こってしまったということに対してひどく彼はがっかりしていて、罪のない若者がまた命を落としていくっていう姿を見るのが耐えられないというふうに話していました。